ベルラム伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、連合王国貴族貴ッ脱ン順番爵及びグリームストーン主爵を前身として、ウィリアム・グリームストーンが1719年にジョイされたことに始まる。あまたある英国貴族の中でも、イングランド、スコットランド及びアイルランドの爵位を合わせ持ち、加えて、グレートブリテン貴族並びに、連合王国貴族爵位をも保有する。 極めて珍しい状態を維持している。一族の限定宅であるゴーレムベリーハウス。第二種国定建造物に指定。ラッキン家は本来エセックス地方に住まうヨーマンであったが15世紀中央から次第にジェントルマンを自称し始めた。その祖、ウィリアムラッキンはリトルウォルサムに自称購入するとともに1628年頃にはイングランド順段くらいとして 順断尺を得た。二代順断尺カペルは長期議会におけるハリッジ選挙区選出の議員を務めている。その孫にあたる四代順断尺ハーボトルが男子なく死去すると順断尺位は弟のウィリアムが継承した。五代順断尺ウィリアムは順断尺を相続する以前の1719年にアイルランド貴族としてグリムストン死者及び ダンボイン男爵に助せられた。彼はさらに王子にあたる第三代グリムストン殉男爵の死に伴って辞書と財産を相続した際、その姓をキ金からグリムストンに改正している。初代子爵は19人の子供を設けたほか、爵位は存命の次男ジェームズ及びその子、ジェームズ・バックナルの順で継承されている。三代子爵ジェイムズ・バックナルは、 庶民委員議員として活動後、1790年に、グレートブリテン貴族爵位のハートフォード州における、ゴーレムベリーのベルラム男爵を授けられたため、以降の歴代党首は、自動的に貴族院における議席を確保することができた。その子であるジェームズ・グリムストンは就職の前年に、母方のいとこから、スコットランド貴族爵位のフォレスター教を相続している。彼は続く1815年には、 連合王国貴族として、ベルラム伯爵に少女するとともに、合わせて、グリムストン子爵を授けられた。そのため、初代伯以降の歴代当主は、英国貴族の持ちうる5種類すべての爵位を保持する状態に至った。二代伯ジェームズは自重たる議員や、ハートフォードシャー党官を務めたほか、熱心なボクシング愛好家としても活動した。 その孫にあたる四大伯ジェームズは電気工学技師であったことから電気ケーブルメーカーのエンフィールドケーブル社を設立している。その子である五大伯ジェームズも同社を率いる実業家であったが彼には子がなかったために借位は弟のジョンが相続した。その息子である七大伯ジョンがベルラム伯爵加減当主であり一族の邸宅である。 ゴーレムベリーハウスに今日構えている。一族のモットーは、節度あるは無難なり。現当主である第七代ベルラム伯爵、ジョン・ダンカン・グリムストーンは、以下の爵位及び、順段爵位を有する。法定推定相続人は、現当主の息子である、グリムストーン子爵ジェームズ・ウォルター・グリムストーン。法定推定相続人の法定推定相続人は、 その息子のジョン・イニス・アーチー・グリムストン閣下。バークス貴族名官によれば、ベルラム伯爵のように3つ以上のイギリス内のカントリーをまたいで爵位を持つ家は20世紀においては、アバコーン公爵、ランズダウン公爵のみであった。ただしその後、ランズダウン公爵は、スコットランド貴族爵位と分離したため、現在は様子が異なる。同省園は、 エセックス州チェルムスフォードの北に位置する小村である。政治家としての名優の初代ソウルズベリー公爵が尽力してくれたことによる助爵であるという。彼は母、ハリエットを通じて第五代フォレスター教の女系子孫であったため、その象刑が生じた。ありがとうございます。